皆さん、こんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日は <coughs>、2023年9月20日になりましたね。あと4時ですからね。9月20日水曜日となりました。皆様、いかがお過ごしでしたでしょうかそして、3連休はどうでしたか 土日月ってねお休みになりましたけれども、まあ、連休だったんだけどね新幹線がストップしちゃったりねまあとんだ一日になりましたね災難でしたねまあ僕の方はね相変わらず母ちゃんと一緒に過ごしてるんでねどこも行ってないしあの何もないって感じでね寒 <laughs> しいですねやっぱりねあの。 母ちゃんがね、元気だった頃は、あのね、一緒に住んでなかったんでね、日本全国ね、あの、皆さんとべに行きましたけどね、まあ、その前は、あの、家族と一緒にね、あの、名古屋にじあの、神様の時間があるんでね、名古屋行ったり、途中のね、静岡とか箱根とかね、山梨県とか、温泉旅館で泊まったりね、すごい楽しい。 新しい毎年、まあ、あの、夏を過ごしてましたね。大阪行ったりね。ユニバーサルスタジオ行ったり、京都行ったりね。北海道行ったり。楽しかったですね。まあ、それが、まあ、まあ仕方ないんですけどね。あの、もう、2年半になりますね。介護。まあ、2年半だから、まだ見始まったばっかりじゃないかよっていう人もいると思いますね。 まあ、介護って長いからね。20年、30年当たり前っていう人もいるからね。うーん。まあ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 、先のこと考えてもね、しょうがないんでね。まあ僕はもう、今この瞬間しか考えてないからね。はい。あの、明日の朝とかね。今日の午後のこと考えると、あの、気が滅っちゃうからね。考えないようにしたいと思います。今この瞬間だけね。 何か食べてなとか、なんか飲みてえなとか、<laughs> そんなことを大切にしていきたいと思います。そしてね、ドル円なんですけども、案の定、まあ、FOMC があるまでは動かないですね、これね、あの、これ、あこれ15分足ですけど、<laughs> 30分、1時間足。 この細い間を上行ったり下行ったり出てる出ですね。レンジですね。横横ってやつで。<laughs> 34ピプスありますね、これね。34ピプスだと半分の15ピプスぐらいしか取れないですね。 まあ、一日5ピップス取れるかどうかですね。取れないでしょうね、これね。一日5ピップスぐらいしか取れないかな。うん。まあ、ちょっと指標 <coughs>。見てみようか。指標発表。指標発表。 今日は水曜日ですねうわーポンドの発表がすごいね。3時、ポンド。<laughs> ポンドすごいな、これ。これ <laughs> まあ、席を切ったにね。<laughs> 明日、FMC ですね、3時ね。アメリカの FMC ですね、朝3時、まあ。これまで動かないですね、これ。 いや、これまで動かないというか、これをに向けて上がって、これが来て下がるからって逆か、どっちかですね。うん。まあ、この日は、夜もいっぱいありますね。で、金曜日。 PMI か。うーん。FMC で、正規を切ったように、ボラティリティが上がるって感じかな。バッタバッタになるって感じですね。うーん。まあ、方向性出るかもしれないですけどね。うーん。だから FMC まで、ちょっと静かですね。これまあ5.50%。 深い金利ですね、これね、アメリカね。うん、ブラジル13.25%って、どんだけ信用ないんだろうね、国にね。うんどうなるかな、これ。突き足ですよね、これね。うん、ここがね、1900、 98年、7年か。ここね、落ちていったんですよね。ものすごい勢いですね、これね。なんか、ちょっとしたきっかけでストーンと落ちたんですよね。ストーンと落ちちゃうんでね。どんなきっかけでもいいんですよね。うん。怖いよね。 まあ、ここの V の字に似てるけどね、ちょっとね。うーん、そしたら、ちょこまかちょこまかしながら、バキュンかな。ありえるね。ちょこまかが2年ぐらい続いて、バキュンってまた食いって、200円台く <laughs> <laughs> 行く行くかのさらね、これね、ちょっとね、ごまかしながらね。わかんないっすよ。 うーん。直近どうなのかって言ったら、なんだこれ。いいですね。まあこの間、この34ピットの間、これまあ朝方にかけて下がっていくでしょうね、これね。で、また上がっていくって感じですから。うん。F。 FOMC で、<coughs> FOMC で抜けるでしょうね。うん、抜けて150円台ですね。150円、151円ですね。1十七百5 0円台行くでしょうね。抜けるでしょうね。このとこ行くでしょうね。そびえ立ってますけどね。 うん、なかなかこっからまた上って結構きついですね。でしょうね。はい。次に仮想通貨ビットコインとかね。見てみたいと思うんですけど、ビットコインも406000円になりましたね。はい、400万大 <laughs> イですね。おめでとうございます。うん。県立だよね、今回ね。 現実で着実ですね。まあ、覚えてるけどね。YouTube 僕もやってましたよね。このと当時からね。なって、こう中国人買ってたんですよね。これね。一日で100万、最後ね。一日で150万から250万になりましたからね。で、一日ですぐ、落ちてきてね。で、しばもうすぐ落ちちゃいましたね。これで、ね、1ヶ月ぐらいでね。 うんあ、もうちょっとかかるか。うん。この間長かったなぁ。ずーっと YouTube やってましたけどね。で、その後の上がりが早かったですね。うん。で、まあ、ここですね。一回落ちたんですよね。うん。そっからの上がり、まっ、あ、すぐ。 これあれですね。一旦、うーん。一旦、ほら。ああ、コロナで落ちたんですよね。すごくね。うん。また80万ぐらいになっちゃったんですよね。そっからまた上がってきたんです。で、この上がりが、これ。うーん。でもそんな、今回落ちてないからね。 3階って言えば3階だけど、まあ、全然なんでしょうね全然上なんでしょうねうんまあ前から言ってましたけどねこ,ここがこんな大きかったですからねこんだけでしたからねうんうわすげえとか言ってたんですよねこれね これ。250万の時ね。すげえとか言ってたんですよね。うん。んどこだちょっとこれじゃねえか。どうだわからなくなっちゃったな、これ。わからなくなっちゃったな。あ、いいのいいのか。そしたら、そしたらもうもっと上があってね。うん。まあ、その前にもっと、どんどこかね、まあ。 結構長かったかなぁ。これ140万とかか。これは118万か。ここね、カルロス・ゴーンさんが捕まって怒こって、そしてファウェイの副会長が捕まってドーンと起こったんですよね。で、ここの庭園が長かったですね、これ。これ、これ40万とか38万とかあったからね。 うん。ビットコインね。1ビットコイン40万とか38万とか36万とかね。で、ここにグググって回復していって、おなあなだなぁつって。うん。で、まあ、怒っこってきちゃって。まあ、コロナで大変な時でしたね、これね。僕もこの辺こ、この辺でちょっとフランス行ってたからね。フランス行ってたから。んで、こうやってね、まあ、回復していきましたけど。 その後のこれ。もう振り切れてるからね。表示できないからね。うん。まあ、それ考えると、これがね、まだ小さくて、まだ、あ、全然こんな感じで振り切れるっていうか、こんな感じでさ、こうくん。うんぐんってなって。 ね、6,000万だとかね4,000万だとか言ってるんですよね2,000万だとかねここがちっちゃく150万かわいかったねとかさおじいちゃんおばあちゃんどうしてビットコイン150万で買えたのとかねこれ800万とか790万とかねどうしておじいちゃんビットコイン <coughs> 790万で買えたのって いや、これ、高値掴買った高みだと思ったんだよ、こんなね、長い間、っつって。そしたら、今もう6000万だよ、つって。いつ見っとこい6000万だよ、おじいちゃんやったね、とか言ってさ。いや、助かったよありがとう、ありがとうっ、つってね。うん、言ってんでしょうね。うん。なくても、僕、ここでそういうふうに言ってましたからね。たが、250万か。高値掴かみしちゃった人に対して、こう。 あの、言ってましたからね、大丈夫だから出してください。売ったらダメなんでね、もうね。損失になっちゃうからね。売らなきゃいいんですよ。はい。<coughs> はい、まぁ、あ、こんな感じかな。あとですね、えー、っと、これ。これね、あの、テレビのね、ワール,ビワールドビジネスサテライト。 あの夜のね10時からやってるテレビで見たんですけどこれ自分の家のねテレビ画面をえー、iPhone で撮影したんですけどね見てくださいこれまああのビッグスリーツってアメリカの,あの3大車メーカーあるでしょキャデラックとかさあのフォードとかあるでしょ まあ、3大あの、車メーカー3大ビッグメーカーの,あの朗読名が UAW って言うんですけど、まあ今賃上げ要求してストライキ入ることをやってるんですよね。でね、今現在の平均時給がね、66ドルなんだって。で、今147円でしょ、1ドル。だから、1ドル、あの時給9700円だって。 日給じゃないですよ。日給じゃないんですよ。<laughs> 時給ですよ。だからさ、今、9700円でしょ。たぶん今、7時間労ードだよね。<laughs> だからさ、7、7、4、十9でしょ。4でしょ。 福、九、七、六、十三。な、あ日給はさ、<laughs> まあ、六万七千九百円。一日ね。で、まあ、だいた七い、ひと月、二日間ぐらい働くじゃん。有給とかもあるからね。まあ、そ,、まあ、そんな働かないから。 まあ、20日だとすると電卓6万7 9九百円20日はわ135万8千円なんですよねすごいねまあ家賃も高いのも払えるね 家賃だって50万とか60万するらしいですよ。アパートでもね。ハンバーガー3000円するとかしてたよな。あ、せんか。3000円かあの、ラーメンが3000円とかしてたな。アメリカ。とにかく高いっすよ、何かっても。うん、でも。わ <laughs> <laughs> かるね。<laughs> 月給が高いんだもんだって。 月給がすごいね。これ4倍くらいになったんじゃないですか ?3 倍くらいになったのか。それで、あの、4年間で、多分、これ1年ごとに36%を上げてくれと。<laughs> で、労働時間は短縮していいからと。だから多分、 7時間労働がまあ、6時間労働にしてくれと。まあ、これはいいよと。多分ね。で、要求が通ると、見て見て。時給ですよ、これ。平均時給が2万円だって。すごくない日給じゃないですよ。だからさ、あの、 時給ですよ。だからさ、2万かける6時間でしょだから日給12万ですよね。だから、12万かける20日、計算しやすくなっちゃったけど、240万だよね。 全万あんま倍ですね、今はね。で、テスラは、今、平均、時給は45ドルで6000、6800円なって。まあ今でも全然安いですよね。テスラ自動車はね。<laughs> だから、どうなっちゃうんですかね。まああの、こんなもんかな。 料が上が上れば、物価が上ががるからね。で物価が上がすむちゃくちゃ上がってるから、まあ、いいんだと思うんですけど、まあ、日本がさ安すぎるのかな今いくらもらったんですか皆さんなんか高校今ね東京でもね高校生の新卒がねこう高卒 <laughs> 高卒18歳ですよね。新卒が25万なんですよね。思いっきり25万のとこもあるんですよ。まあ、それは18万ぐらいだと思いますけどね。25万にしたとこがあるんですよね。まあ、これでも来てくれないと。<laughs> 25万なら行くよね。大卒より高いよね、きっとね。 わかんないけどね。でも25万ドールじゃないもんね。もう67万とかね。120万弱っす。ええー、どうなってんのアメリカって。<laughs> 確かにね。日本の若者がオーストラリアとかで行ってね。 アルバイトするとね、やっぱり一月60万もらったとかね、アルバイトでですよ、うん、月給60万だったとかね、あるんですよね。だから、今でもね、月給135万ですもんね。まあ、正社員だと思うんですけどね。うん、正式、正正社員でも、 年収にするとすごいねこれね年収にするといくらなんだろうね, <laughs> ね135万8千五0 × 1 <laughs> 2か1600万ですね ボーナス入れても2000万なんですね、これね。もうすでに2000万なんですね、これね。<laughs> ボーナス入れてね。半端ないですね、アメリカの経済ってね。絶好調ですね。だからそれに比べたら、あの、<laughs> アメリカの株式市場ってまだ全然、バブルでもなんでもないんじゃないですか。 まあ、アメリカ人が日本のねに、日経株買ってるから、日本の株式もバブルじゃないと思うんですよね。日本人だけなんですよ、貧乏がね。わかんないけどね、今、日本人の、まあ、マクドナルドのね、マクドナルド、 マクドの時給が、1200円から、1400円ぐらいか。東京だからさ、地方行くと1000円ぐらいになっちゃうのかな。1000円以下ってのはあんまりないかもしれないね。やるよね。900円とかね、800円とかね。 闇ではあるよね、きっと。<laughs> <laughs> <laughs> まあ僕もさ、あのー、僕もね、まあ、1980年、1985年ぐらいか、あのー、嬉しくてさ、高校入ってね、すぐにある、マクドナルドのアルバイト行ったけど、ね、すぐにね、4月すぐに行ったけど、 530円でしたね。うん。時給がね。嬉しかったですけどね。まあ、働いて働いて、1万円、2万円ってもらっていくんですけどね、毎月。まあ、この1万円っていうのがね、小遣いにしてみれば多,多すぎますからね。嬉しかったですね。何使おうかな、つってね。使い切れないですからね。まあ、飲み会行ったらすぐなくなっちゃうんですけどね。高校生でしたけど。 まあ高校1年生からタバコ吸ってね、1年生から飲み会ありましたからね、クラスでね。うん、なんだかんだ言いながら、文化祭終わったから飲み会、体育祭終わったから飲み会、あの、テスト終わったから飲み会って、も,もうなんだかんだクラスで飲み会やってましたからね、毎回ね、毎月毎月。それで、まあ、それ言っても3500円ぐらいですからね。 金余りましたね。服洋服買ったり、靴買ったりしましたけどね。嬉しくて嬉しくてね。どんどんアルバイトして。うーん。まあ高校の時はね、あの、学業があったんであまり稼げなかったですね。多くても2万。から、<laughs> 夏休みとか一生懸命やると3万円、4万円ぐらい行ったかもしれないですね。ずっとね、朝から晩までやってね。 6万というお金、ね、あったかもしれないね。<laughs> 大学行くとねあの、夏休みが2ヶ月とか長いからね、まあ、あとは、まあ、あとちょっとね、短時日も高くなったんでね、あのまとまったお金も12万とかねあの、16万とかもらいましたね、一月、ふ月とかね、一月、二月でね。 で、やったやったって、沖縄旅行行ったりね、いろんなとこ行って少なくなっちゃうんですけどね、思ってなかったですね。まあでも、旅行楽しかったですね。また行きたいですね、旅行ね。まあ今はね、ちょっと母ちゃんのね、母ちゃんのあれがあるけないですけど、まあ母ちゃんの <laughs>、介護が終わったら、 また自由なるなと思いますけどねうんはいまあちょっとねこんな感じなんですけどもあの終わっちゃいましたね <laughs> まああのそうですねこれ、まあ、あの この今、ショートでやるとこ下来るんじゃないですかね。で、ここで、こんな感じかな。ちょっと分かんないですね、今はね。FMC 前なんで、ちょっと何も入れない方がいいかもしれないですね。うん。で、やっぱりっ、そうだな、株式とか仮想通貨じゃないですかね。うん、俺はバブルじゃないと思いますね。 まあ、不動産、どうなんですかね。アメリカの金融がうまくやっている限りは、サブプライムローンとかも発生しないんだろうから、なんとかやっていくかもしれないね。本当にね。不動産バブルも崩壊も来ないかもしれないね。まあ、前回来てるからね。なんとか保険対策でやっていくんだと思うんだよね。そうしたら本当の、 金融バブルは、これから来るんだと思うんだよね。あれ持ってればよかった、これも買っとけばよかったっていうね。その時にはやっぱりビットコイン買っとけばよかったなとかさ、ああ、体のだ持ってればよかったなとかなるんでしょうね。う、ね、ん。今更ですよね。まあ、あの、土台についてはね、別に、あのー、売ったり買ったり売ったり買ったりでできるんでね。 上がっても下がっても儲かるようになってるんで、まあ、これはいいと思うんですよね。最悪スキャルピングに儲けていけばいいからね。やっぱり長期投資のものだよね。うん。何がいいんですかね。まあ、あの、平田さんは、まあ、銀をね、シルバーを持ってればいいんじゃないかって話ですけどね。まあ、ゴールド、シルバー、原油。 そうですね、まあ僕はまあ固,定あの固定燃料固体燃料のそこ,こら辺の化学物質かなんか持ってるといいかなと思うんですけどねうん分かんないですねあとは超伝導ニオブとかね超伝導材料関係がいいと思いますけどねまあでもまあ難しいね先物も,もね 先のあやっぱり株が一番いいと思いますよ。んで、これから多分僕ね、あの、今までこの30年間、日本のバブルが崩壊してから30年経ちますけど、30年間バブル崩壊して、金融政策でなんとか乗り切ってきたけど、ね、日本は金融政策しかやってないんですよ。で、またここで、ね、技術立国日本に戻ると思うんだよね、ソニーとかね。 松下とか日立とかね、技術立国日本にね、うん。で、そこで出てくるのはやっぱり超電導と量子コンピューターだと思うんだよね、うんまあ。もちろんあとは仮想通貨ね。うん、仮想通貨も絶対残ると思う。あとは、俺がびっくりしたのは、常温超電導。あとは、あの、あれですね、うん、原子力、原子力じゃなくて、 えーと、まあ、第二次原子力ね、んて言うんだっけ、ああれ。あの、太陽と同じ仕組みのやつね。うーんあ、そこまでいくら難しいかな、原子力は。政策があるからね。そうしたらやっぱり早いのは超電導ですね。常温超電導がまた開発されたからね。うーん、超電導いくんじゃないかな。超伝 超電導を用いて、半重力エンジンを開発するんじゃないかなと思うんですよね。うん、今度こそね。今度こそ、その技術が解禁されるんじゃないかなと思ってるんですよね。うん、あの、半、半、超電導を用いた、常温超電導を用いたね、半重力エンジンっていうのはもう、もうすでにできてるからね。それを、まあ、使ってもい,いよね、公開して、これから使って、みんなで使っていく。 使っていかない,いかっていうのはもうロックフェラーとかさ JP モルガンにかかってるんだから。で JP モルガンがダメって言ってテスラがねあのー、ね無料で電気があのー、ね地球の時点でさ無料で電気がね誰でもし取得できるあのー、あったじゃないですか。 あれが台無しになっちゃったんですよね。チェピンモーガーのせいでね。請求で行こうってなっちゃってね。で、あのー、無限にね、あのー、無料の電気が手に入るっていう <laughs>。電力タワーを作ったんだけども。で、地球の自転によってね、あのー、無限にさ、電気を取得してね。 各家庭に送るっていうあのシステムの実験台まで作ったんだけどね、まあ、JP モルガンがさ、これから石油でいくと、石油の権利を取得したからもうダメだって言ってねで、鉄道でやるから鉄道は全部石油だからで、電気はもう、あの <laughs> エジソンのものでいくと。ただだ、まあ、方式だけはねあのテスラの 交流方式で伝送させるけど、あの、家庭では全部直離でいくと。エジソン方式でいくと。もう決めてたんですよね。<laughs> 要は JP モルガンですよね。JP モルガンはロックフェラーより強いですね。ロックフェラー、ロスチャルドより強いですよね。テクノロジーに関しても JP モルガンだからね。うん。<laughs> で、JP モルガンが、 もういやいや、いいよと。もう車もうタイヤいらないっつって。もう全部タイヤなしと。ね、ゴムの権利ももう捨てたっつってね。それで、まあ、車もね、電気で行くんだから、じゃあもうそうしようっつってね、あの、車がふわふわ浮くようになるんですよね。だから俺は、あの、その方式は、常温超電導で行くから多分俺は N 不実。 常温超電導は富士通が特許持ってんだよね。富士通の株上がると思うんだよな百0 0倍ぐらいになると思うんだよなひょっとしたら500倍、1000倍。<laughs> 仮想通貨みたいに1000倍になるかもしれないね。それではね、今日はこの辺でね、終わりますけれども。<coughs> 富士通の株うわーこんな高いんだ俺100円か200円ぐらいだと思ってた1万8千円するんだ富士通の株っていや富士通ってすごいっすね 三菱電機の株うんこんなもんだうなうん朝電導の株 分かねえよな超伝道銘柄超伝道はやっぱり富士通だろうなうん。富士通、日立 東芝、東芝潰れちゃうもんな。うーん、わかんねえな。潰れないと思うけど。はい。それでは今日はね、この辺で終わりにさせていただきます。また明日ね、えー、やりたいと思います。それでは、皆さんね、元気で頑張ってください。暑いけどね。まあ僕は、僕も頑張りますけれども、もうなるべくね、先のことは考えてないんですよ。 うん、先のことってどのぐらい先かっていうと、1時間先ぐらいかな。1時間先のことも考えてないんで、例えば、ほら、電気代支払わなくちゃったるじゃない。明日って言っても、明日のこと考えてないから。だから、まあ、その日の10時ぐらいになって、あれ、今日支払い何があるんだろうって、午後のことを考えるんでね、午後。午後払わないといけないでしょ、午後4時までに、再郵便局で。 だから、一応午前中ね、中時か11時ぐらいに、まあ言う、あ <laughs> は請求書あさってね、わわわわわわって4万円あるわって全部でね、年金も送って、うわ、4万円までどうしようどうしようっ,つって、お金かき集めてなければクレジットカードでキャッシングしたりね、あの、カードローンを使ってみたりしてね、 まあそれであの用意して、郵便局で払うって感じですね。うん。で、払いたい今月も助かってよかったって感じで。はい。その後のことは考えてますあ。どうやって返そうかなって考えてます。<laughs> いや、本当はね、お金返さなくちゃいけないんですけどね。あの、考えてないし、まあ、いいんです。あの、それでねか。考えるってことは不安に思うだけですからね。 不安に思ってもしょうがないでしょうって、不安に思ったところでさ、お金が、お相手出てくるわけじゃないんだからね。しょうがねえやつでねあの、酒飲んで寝ちゃうしかないんですよ。そうしたらうちにいいことあるから。で、なければ誰かにね、あの、頼んで申し訳ございません。ここになこん、こんなね、先発もあって申し訳ないんですけども、お金貸してください。20万円とか言うとね、誰かが貸してくれるんじすかね。 <laughs> ええとか言いながらさ <laughs>、分かったってうか、かき集めて貸してくれてさ、うなんとかね、返すんだけどね、僕もね。そこで返さないとね、次がないからね。うん。あの、うん、そっは返しますけどね。それではね、あのまあ、皆さんもね、お金なくて、きついなと思ってる人いると思うんですけども、 まあ、それも試練だと思ってね。あの、自分の記憶から消し,消し去ると。消し去ると、こいつはすごいなと。いい腹の座りっぷりだ。っていうね。あの、神様から見られるようにならないためですね。それではね、今日はどうもありがとうございました。千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼します。